の強さを、ね、感じるのが大事ですよね、はい、さあここもキッカーはイニエスタです。柔らかいボールを送り込んできました。そうシュート、1点を返しました。浮いてきたところをボレーシュートで決めました。ポドルスキーの左足、すごいですね。2試合連続のゴールになりました。ポドルスキー前半のうちに1点を返しました。まあ、対空時間の長いボールなので、はい、タイミングを合わせるのがまず難しいで、体勢もね、まあ、フリーには見えますけども相手が来ている。でどこを狙うんだってやったら下なんですよね。でさっきのあのコウが打ったシュートと同じようなイメージで打つと、はい、やっぱりここを滑らせるのが一番なので、まあ素晴らしい。